田村圭選手、21番グリッド荒尾颯太選手、22番グリッド湯浅健人選手、23番グリッド荒井裕樹選手というさあかなりの台数、23台でのこの決勝ヒート、迫力のスターティンググリッド、そしてローリング、さらにはメインストレートに帰ってきてレースがスタートになるか。レッドシグナルからブラックアウト、レースがスタートになった。さあカーナンバー4番の中川選手、中川選手がいいスタートを切っていた模様だ。オールショットを取っていたのは中川選手か。さあイン側を守る中川選手、それに対してアウト側から松本選手が仕掛ける。さあ3コーナーはイン側か、松本選手がイン側か。さあどうやらカーナンバー4番中川選手、中川選手がトップを守った。2番手にはカーナンバー14番の山本選手だ。3番手にカーナンバー32番の松本和真選手がつけている。さあイン側を守る中川智樹選手、6コーナーのブレーキングはイン側を守った。その後ろ5番手争いも熾烈だ、5番手争いも熾烈だ。さあ非常に拮抗したバトルだ、このカデットオープンクラス。さあ非常に一列数珠つなぎ状態、一列連結プレー、まさにこのことだ。さあカデットオープンクラス決勝ヒート2周目に入っていきました。さあトップグループ、まだまだ後続との差は開けない。しかしやはりこのトップを引っ張るのはカーナンバー4番中川智樹選手、中川智樹選手。さあその後ろ2番手争いに動きがあったか、松本和真選手が一つ順位を上げてきた模様だ。2番手にはカーナンバー32番松本和真選手が6コーナーで順位を一つ上げてきた。3番手にカーナンバー14番の山本すばる選手、そしてその後ろ4番手に順位を一つ上げてきたカーナンバー5番チーム KBF 斉藤うらら選手が4番手。さあ斉藤うらら選手が順位を上げてきた。さあ斉藤うらら選手は前回第2戦では優勝をしてますからね、現在4番手を走行中ですから。さあどのあたりまで追い上げてくることができるのか。しかしながらその後ろ4番手から5番手、また順位を1つ落とした斉藤うらら選手5番手。さあ走行しているうちにトップも入れ替わってますね。カーナンバー32番の松本和真選手がトップに出てきている。さあトップはカーナンバー32番の松本和真選手。さあしかしながら中川選手が再び前、やはりですね順位をこう入れ替えながら結果的に中川選手が前にいるというのが今日のレースのパターンになっているかもしれません。さあその後ろのね中段グループもすごい状態になってますよ。さあサイドバイサイドテールトゥーノーズ、まさにもう接近戦とはこのことだと言わんばかりの激しいバトルです。さあ上位陣はですねこの冷静さの中にも激しさを兼ね備えるというねこの上位4台になっていますね。さあ今4番手を走るカーナンバー22番の岡村選手でしょうか、ちょっと6コーナーで仕掛けたんですがノーズを入れたものの その先パッシングまでに至らないといった感じでした。さあ少しねトップ2台、トップ争いの2台とその後ろ3番手争いの2台少しばらけた感がありますね、4車身差ほど離れているそういった感じですね。さあこのトップ争い、そして3番手争い、その後ろは5番手争いといったところで、さあ3番手争い動きがありそうだ。カナバ22番岡村選手が6コーナーで仕掛けました。さあこれでね6周を終えるといったところです。カデットオープンクラス決勝ヒートは15ラップで行われますから、まだまだ序盤戦といったところです。先はまだまだ長いですよ。さあどうなんですかね、気温は今多分どっちかというとピークかもしれないですけれども、
路面温度はここから少しずつ下がり始めるのかなといった時間帯です。まあ、大体今2時に差し掛かろう、午後2時に差し掛かろうかといった時間帯ですから、路面温度はここからじわりじわりと下がり始めるのかなというところです。特に新東京サーキットある時間帯を過ぎると急に気温や路面温度が下がってきますからね。この辺の時間に差し掛かるクラスなんかはマシンのセットアップちょっと悩ましいところなのかもしれません。さあ、トップは変わらず中川智樹選手、2番手に松本和真選手がつけると。さあ、しかし先ほどの予選ヒートと同様ですね、松本選手チャンスがあると、しきりに仕掛ける素振りを、見せています。さあ、距離感が再び詰まってきたトップを走る中川選手、そして2番手松本選手、2人の距離感が近づいてきました。ストレートで車1台分の差ですからね、もうブレーキングではもうほぼ2人とつけるというぐらいの差になってきました。さあ、立ち上がりがでも中川選手の方がね少し早いのかなと。ここから中川選手が少し伸びてくる感がありますね。またね、さっきの予選ヒートと違って中川選手ブレーキングからタイのラインが違いますよね。さっき予選ヒートは結構早め早めインを固めたいっていう動きが多かったんですけれども、ちょっと走りも修正してきた感じがあります。決勝ヒートはしっかりとねラインを大きく取って走ってきてますから、自分のね速さをしっかりと生かした走りに切り替えてきました。そうなってくるとなかなかね2番手走る松本選手は、ストレートエンド、ね、エンジンのトップエンド吹け切るところでの差が詰まらないので、ブレーキング勝負にかけるまでにはちょっと持ち込めないというのが正直なところ、どちらかというと今のところ展開的には中川選手の方が有利かもしれません。ただ心理的にはやはり後ろを走るカーナンバー32番松本選手の方が今のところまだね先は長いですから楽かなと思います。もしかしたら逆に少し後ろで様子を見ている可能性もなきにしもあらずといったところかもしれませんね。さあ、その後ろ3番手もですねカーナンバー22番の岡村選手が、前に少し追いついてきましたね。このねトップを追いかけるカートオンラインの映像、その中に3番手を走るカーナンバー22番の岡村選手、チラチラと映り始めてきた感じがありますね。そして4番手もほぼ単独走行になっていますカーナンバー14番の山本昴選手、5番手にはカーナンバー8番の、斉藤、いやカーナンバー8番の、滝田慎之介選手ですか、滝田慎之介選手がつけているといったところです。さあ、10周を終えて現在11周目、残りはあと5周といったところになってきました。さあ、いよいよ間もなく後半戦に差し掛かろうといったところですが、トップは変わらずですねカーナンバー4番中川選手が守ってるんですけれども、これはでも疲れますよね。後ろにすぐ後ろに松本選手がいるのは当然中川選手分かってますから、これは結構ね追われる立場意外と結構疲れるんですよね。さあ、ちょっとクリップを外しましたモナコヘアピン。さあ、1コーナー動きがあるか、トップ走るカーナンバー4番中川選手、モナコヘアピンクリップつけなかった。さあ、ストレートが伸びるか松本和真選手、ここはいけない。しかし確実にさっきより間隔が詰まってきた。これはね結構ドキドキしますね。僕もピットクルーでねトップ走るドライバーのピットクルーだったらすごいこうドキドキしますね。いつ来るんだろういつ来るんだろうというね緊張感が漂いながらのレースかもしれません。さあ、言ってもねこのジュニアカテゴリーは、お父さんお母さん一番のねピットクルーなんじゃないかなと思います。そのねお父さんお母さん、パパ頑張ったよママ頑張ったよと、言えるようにね今日はレースに挑んでるんではないでしょうか。さあ、現在13周目ですから残りはもう3周しかありません。そのね硬直状態が続く緊張感のあるこのレース展開、トップ争いですが動きがない動きがない、手に汗握るこの展開、ね、バトルをしているのももちろん緊張感あるんですけれども、このバトルをしないで淡々と後ろについているっていうのもなかなか結構緊張感のあるレース展開ですよね。さあ、いつ動きがあるのか目が離せない。そしてねこのバトルを してないがゆえに3番手を走るカーナンバー22番の岡村選手もなかなかね追いついてこれません。
さあ残すところはあと2周となってきました。さあ上位陣はねばらけてきましたね。さあ3番手4番手5番手この辺りは単独走行、その後ろ6番手が2台距離感が近い状態となっています。さあいよいよねここからファイナルラップですから動きがそろそろあるかもしれません。トップの2台注目してファイナルラップ迎えたいと思います。さあトップを走るのはカーナンバー4番のクイックレーシング中川選手。さあファイナルラップインベタだ、中川選手はインベタだ、ラインを変えてきた。さあカーナンバー4番の中川選手はイン側を守る、アウト側から松本選手だ、ラインがクロスする、交錯する2コーナー。さあここは非常にねライン取りが難しい。さあ松本和真選手は立ち上がり重視のラインで立ち上がってきた。さあどっちに行く、6コーナー、まずはカーナンバー4番中川選手、さあインベター中川選手、アウト側から松本選手だ。さあさらにそこカーナンバー22番岡村選手も混ざってくる。さあアウトから行く、ラインがない、ラインがない、非常に難しい絶妙なラインだ、守り切ったよカーナンバー4番クイックレーシング中川智樹選手が優勝。そして2番手にはカーナンバー32番松本和真選手、3番手にカーナンバー22番Aスタイル R 岡村亮太選手が入りました。さあ4番手にはカーナンバー14番 YRHKS 山本すばる選手、5番手にはカーナンバー5番チーム KBF 斉藤浦野選手、6番手にカーナンバー33番 KP バズ大草陸選手というね上位陣暫定ですが、以上のような結果になりました。